なんたることだ。重力の暴走がわしの術をも超えてしもうたか。くそ、僕としたことがあんな術も破れないなんて。修行のやり直しだな。それにしてもこの先に一体何が。重火の力がどんどん加速していく。最後まで抑えきれるか。お主、こんなところに何用だ。ここには一体何があるんですか。僕の見たところ、獣人暴走も地脈の変動もここが起点だと思うのですが。あなたの言う通りです。原因は私たちにあります。え？両方わかる。この人獣人だよ。時間がないので説明は後だ。お主の力試させてもらうぞ。来るのですか。両方、この方なら。いけそうだな。マナ、封印を解くのだ。という重圧だ。正直驚きましたよ。まさか竜と。一体どういうことなのですか。さっきほどはごめんなさい。すべてお話しします。この両方は強大な力を持つ古の魔獣竜の器なの。竜の力は本当に強大で危険だから、目覚めることのないよう力を封印してあったの。でも最近になってその封印が解けかかってしまって。その影響で僕たち獣人が暴走しやすくなってしまったわけですね。はい、その通りです。解けかかった封印を直すには一度完全に封印を解く必要があって、そのためにはあなたのような強い獣人の力が必要であったの。なるほど、そういうことでしたか。何の説明もないまま危険なことに巻き込んじゃって本当ごめんなさい。いえ、いいんですよ。今回僕の方もいろいろと学ばせてもらいましたし、両方さんでしたっけ。この方は大丈夫ですか。そうですか、よかった。それでは仲間も心配していると思いますので、僕はこれで失礼しますね。あ、はい。本当にありがとうございました。